バイデン疑惑検閲で召喚状、ツイッターとフェイスブックに。先日、アメリカのニューヨーク・ポストが、バイデン前副大統領と次男のハンターさんのウクライナ疑惑について報じておりましたが、ツイッターとフェイスブックがニューヨーク・ポストの記事を検閲し、拡散を制限した問題で、アメリカの上院の司法委員会が ツイッターとフェイスブックの CEO に対して召喚状を送付することを決定したことが明らかになりましたこのいわゆるバイデン疑惑ウクライナの天然ガス関連の大規模な汚職だと見られておりこういった報道を民間企業が検閲してしまいますと 国民の知る権利を侵害することになってしまい、結果的に民主主義に大きな影響を及ぼす可能性がございますので、現状こういった SNS が他国の世論操作に悪用されているという問題もございますが、ツイッターやフェイスブックにはこういった検閲について、 可能な限り実施しないようにしていただき、あからさまな他国による世論操作以外は、基本的に自由な投稿を保証していただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました